なんかうっさいな後ろ。端末は聞こえてくるんだけど。まあ、一回触られたらジャンプで逃げるとかいいかもしれない。やばい。お、中攻撃ガードし続けちゃうシーン結構あったから。ああ、中攻撃を。え、じゃあ一旦取り向いていいですか。はい。いかん。このホンダってキャラやばすぎるな。やばすぎでしょこのキャラ。体力500多いんだ。え、そうなの？あ、そうだよ。ホンダとガードし続けちゃう。ホンダとマリーザはちょっと多い。ああ、怖い。こう触られた時に、そうなんかアパレとかが少なすぎて、すげえドライブゲージ削られて。うわ焦って動いたとこ口に攻撃食らっちゃうみたいなシーンめっちゃ多かったから、間空いたらもうすぐバックジャンプしちゃうとか、はい、なんかちょっと待って小技押すとか、もう見てから行動するっていうか、めちゃくちゃやなこのキャラ。なんだ、奈良さん俺一回見せますよ。やばいやばい、バックジャンプしちゃうとか、めっちゃ適当にやるんですけど、そう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 、あマジ、へえ、俺のホンダがガンガン、いやもうなんかガード硬いのいいけど、ガードすぎて渾身の発動、結構そのままバーンアウトしちゃうとか、もろとも破壊してやる、何回かガードして焦って動いたとこ食らっちゃうとかのシーン結構多かったんで、結構やっぱ生ラッシュすごい強いですよ、もう逃げちゃうとか、あと攻めさせて飛ぶとか、あ間違えた、ちょっと遅らせて5番をガードで押すとか、こういうのにこういうのされないようにで投げ重ねる、こうかそうとか、なんか防御行動増やした方がいいっすね、ガンガンめっちゃ多いから、確かに、あそうだわ、なんかちょっと攻めやすいっすね、一回触った時がこっちが、うんうん、はいはいはい、終わった、こういうので終わったやめてね、マモさん、結局ドライブゲージ結構削れた後に崩れちゃってもう大ピンチみたいな結構あるから、やっぱ後ろにスペースあるときとかはもう結構ちょっと間空いたらバックジャンプしちゃうとか、仕切り直しちゃったりとかした方がいいですね。わかりました、はい、敏感になってくる、うん、ぐわー、俺の命をかけた、どうしたらいいんやろ、まあだと思った、一応一応だと思った。孫さん、いや大丈夫です。待ちながら相手のためを一応本当は見なきゃいけないんですよ。それよだからってことは内向編。あだ。ネラカさんやろうよ。はい。なんかやる。ちょっと待って。この本田対孫さんの死闘を。どこが試合してんのこれ。なんで本田やってんの。確かに確かに。なんだこれ。確かに。痛い。これやばいんちゃう？孫さん、あやばいやばいやばい。孫さん。いや大丈夫です、まだ打ってくれ、全然大丈夫です、魂の SS3 だなそれ、全然こっからっす、ぶっぱしちゃおうかな、お疲れ様です、リアルにないわ、お手本、まあ待ってくださいよ、マウスクリームここからですよ、ここから、あ、鳥目さんお疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、鳥目さんいい日かった、今まで勝っちゃう、会いたかったっすよね、いませんでした、仕事、あ、やばい、終わりだよお前は。いや、ま、なんでアリケンさん本当は使ってんす、え、違います、これはチームのために、確かに、これ誰かのためだもんね、そうだよね、今日お子さんがいるっすもんね、ただの本題だった、トリメスさん怒ってますよ今、確かにやばいでしょ、3日目でホンダ落ちやばいでしょ、あんなにダルシムを教わって、嘘でしょ嘘でしょって、ちょっと待ってやばい、詐欺飛びってやっちゃうそれ、処理始まったかもしれない、これもう終わりっす、おいおい、これ適当に、孫さんが終わりっすって言ってる時大体フラグな可能性が、いや待てって。ああ、うわ出たなんでだよ。マモさん。いや終わりっす。ゲージがないです。あ惜しいんかった。ちょっと取りてきます。よっしゃ、はい。随分先が見えてやがる。あもうそろそろ。ほらほらほら。クリームが。
焦るなってそんな。そんな焦んなって。やりますね。なるほどね。でまだ俺にはあるから。ある、ね。必殺技。確かにある。はい。それ落ちんの？マジか。いや、勝利やったんだけどね。あ、なるほど。ねえ。危ない、一応危ないんだ。じゃあなんかやっぱバックジャンプとかやって結構ため解除させるのいいっすよ。はい。うん。こうやって。ああ、やばい。そうすると前来るんで。確かに。そう。わっ。おい、百貫体育。アリケンなんか本当はうまいのおもろいな。確かに。本当マジでね、息抜きにやると最高のキャラこいつ。あ、息抜きにやる最高キャラ残機じゃない？え、残機む。残機使ってますよね。ちょっと残機むずいんだよなちょっと。いやでも面白い。疲れたサラリーマンがレバー回してるってうちのママが言った。残機は。おい。動いたら OD か。待って、バックジャンプきついかも。バックジャンプきつい？そう、バックジャンプかなりきつい。追わなきゃってなって、で、ため解除したときにラッシュされるの結構だるい。そうそう。うん、いや、着地狙われて。でもやっぱドライブゲージはずっと枯渇するんだ、本田戦は。ドライブゲージ使って攻めるんで、対処されると結構そんな感じになりますよ。え？あ、終わった。うわーうぜえ。いや、やっぱため解除させんのが一番いいっすよね。確かに、めっちゃうざいかも。そう、解除したの見た瞬間走ってくんのだるい。そう、頭突きないと別に相撲取りでもなんでもないんで。いいな、これいいこと聞いたな。俺もやろう、ダルシムで、うん、バックジャンプで。それで結構やっぱしゃがみ大パンとかで結構進んでくるんですけど、そう、本田戦は本当に本田がバックジャンプ潰そうと思ったら結構本田が難しいことしないから潰せないんで、そう、結構きついですよ。そう、本田がラッシュするとかになるから、うん、ああ、おてか鳥飯さん、鳥飯さんおめでとうございます。おめでとうございます。頑張ってくださいね。応援します。めちゃめちゃありがとうございます。おめでとうございます。何か分かってます？分かってる？いやもうそれ無理だい。めっちゃおもろそうなチームっすよね。な。絶対知らん。リジェクト入ったんすよ。マジか。マジか。